ランチ一番での我が町ランチは波乱の展開。食べるなさんですか。食べるなさんですか。食べるなさんです。食べるなさんですか。止まらない歯磨きに。お食事。そうマスター。はい。中京テレビのキャッチって番組で今来させていただいたんですけど。はい。階段を登った先には素敵な空間が。何ここ。気の読めない大垣市編スタートです。とんでもなく暑いですね。暑すぎますよ。さあ1軒目です。ここですか。はい、焼肉食べましょう。サイカさんです。珍しい焼肉。サイカさん、彩る花と書いてサイカさん。しかも、はい、サイカさんの隣に、はいはい、気になるこのマーク来ました。牛だひ、ね、どう読んだら牛だひ。ひだ牛。こちら地元で30年以上続く老舗焼肉店。お店の至る所に飾られている通り、ひだ牛を中心に扱うお店です。ひだ牛ですね。本当ですね。こういうお肉を使ってるんですよ。そうですよ。ひだ牛と岐阜のブランド豚ケントンを使ったハンバーグランチや、ソースたっぷり、熱々の石焼きオムライスも人気ですが、オムライス、お肉たっぷり。暑さを吹き飛ばす焼肉店のメニューといえばやはり肉調の。ありがとうございます。うわ、綺麗。嬉しい。これも牧場。牧場。飛騨牛を中心に扱う老舗焼肉店サイカ。暑さも吹き飛ばす大人気のメニューが。肉調の。ありがとうございます。うわ、綺麗。綺麗、嬉しい。嬉しい。これも牧場。牧場。飛騨牛だけではなく、豚や鶏も堪能できるグルメランチ。素晴らしい。老舗ならではの目利きで仕入れた新鮮なお肉をいただけます。特徴がありますね。冷麺の小鉢やサラダもついて、お値段は2178円。焼いてください。もうすごい新鮮だから、よかったら松崎さんこれ。あ、私大丈夫ですよ。食べてくださいこれ。だから焼いて。新鮮ですもんね。そうです、ね。お肉に新鮮って。でも焼いてもらった方がしっかり。結構しっかり焼いた方がいいですね。もう炭になる。そうです。困ってますよ。もう焼肉初めての方ですか。すいません。わ、うまそう。いいね、これがランチですよ。いや、もう触っただけです。柔らかいのが分かる。表面もだいぶですね、これも。正直な話、もうこの5枚で1500円、もっとするよね。あ、すいますね、普通は。ね。見て、この分厚さで。本当だ。この柔らかさ、ブルブル。もうほぼほぼ、ちょい焼きで十分。いただきます。何そのもぞもぞ。柔らか。もうご飯、ご飯と合う。もう水みたい。水みたい。もうスッと入ってきますよね、油も。くどさなんてあるわけないんだけど。あ、そうなんですか。うん、小鉢の冷麺は本格的。うんうん、いただきます。うん、わ、歯ごたえありそう。おいしい。いや、やっぱり焼肉屋さんね、来たら冷麺だよね。大好き。だいぶ細いですよね。スッと入る。昼から焼肉ランチに大満足したところで、地元のおすすめランチを求めて調査開始。すみません、食べ終わったところで、すみません。あ、食べ終わったところで。ありがとうございます、すみません。望月さん、望月です。あら、嬉しい。ありがとうございます。ねえ。
本当に雑ですね、私持月さん綺麗、俺パンパンパンじゃないんですよ立派ですよね、ここね、ぜひ触ってご利益がある嬉しいです、石灯じゃないのか、これおすすめのランチのどっかご紹介を、マイスっていうオムライスとか洋食とフライとかカニクリームコロッケとかなんかそのセットみたいなのが美味しいです、はい、マイスさん、マイス有名なお店、有名ですか、はい、有名すぎて断られるって可能性は、大垣で有名なオムライス、ぜひ食べてみたい。いいですね、幸せな本当に日ですよね、いっぱい食べて幸せ。2軒目です、マイスさん、ここですよ、このお店ですね、木の作りで、さあどうでしょう、洋食、ね、ぜひともおしゃれなんで、オープン行ってみましょう、中に中京テレビのキャッチという番組で、OK、 めちゃくちゃおしゃれなお店なんですけど、奥に長く続く特徴的な店内の洋食マイス、注文したのはもちろん事前情報にあったオムライス、大変お待たせしました、はい、ありがとうございます、いや綺麗めちゃくちゃ綺麗、一見普通のオムライスのようですが、うまっ、おまんじゅうの皮みたいに、出てきた言葉がおまんじゅうというのも、ご飯と卵を一緒に食べた時の食感をしっかり感じてもらいたいというこだわりがあるので、ご飯をぐるっと卵で包み込んでいるんです。本当だ、かぶせてるじゃないんですね、なるほど、なんかこのね一体感、あ、そんなに違うものなんですね、薄く焼いたらどうしても硬くなったりするんですけど、うん、薄くてふわふわで、うん、確かにこう見た目で見てもそう、しっとり、これやばいですよ、いただきます、うん、本当だ、なんかおまんじゅうの皮っていう表現分かりやすいですね、分かるですよ、うん、牛皮みたいな、本当に包まれてるからどこ食べても卵が入ってきて、おまんじゅうっていうのが初めて僕あの、ありがとうございます、牛皮の皮の、まあ、でもなんか分かります、ですよね、なんか分かりますって多分めちゃんと考えられてるんで、そう、まあ、食べたら分かる、で牛皮が分厚くても多分違うんだと思うんで、はい、最初のおまんじゅうなわけないって思ったらおまんじゅう牛皮が分かります、でもなんか間違ってないなと思います、牛皮です、牛皮です、卵です添えられたカニクリームコロッケはベシャメルソースも自家製、ラードで揚げることで風味を残しサクふわの食感に仕上げています。こだわりランチに大満足、さあ次のお店の調査開始。お隣のお席にいたのは小学生の頃から幼なじみという2人組、声だけならととっておきの情報を教えてくれました。とこしえっていうところがあるんですよ、すぐ近くに、はい、なんかもう急な階段で、階段の先に思わぬ展開が待っていました。食べてる、万博の人いないでしょね、さあ着きました、よし着いた、左手ですよ、3軒目とこしえさんです、え、ここだ、あ、ここか、和モダンカフェって書いてあります、本当だ、え、すぎちゃんちょっとお願いします、静かい、あ、ほらほら出ちゃいませって上から聞こえました今、あのお城の階段みたい、階段がもう目の前にあるんですね、お城の階段です、うんうんうん、このこれぐらいの角度の、お、
天使か。あれこれ靴で大丈夫ですか。はい、いらっしゃいませ。靴で大丈夫ですか。そう、靴で大丈夫ですよ。本当？お食事。そう、マスター。はい。中京テレビのキャッチって番組で今来させていただいたんですけど、はい、ランチまだやってます。ランチもう完売。完売。全部売り切れちゃった？完売やね。完売だって。ごめんなさいね。全然。びっくりですよ。完売。遅い。ちょっと見てもいい？あ、いいですよ。どうぞ。見てもいいですか？ちょっとじゃあカメラ行きますね。あ、カメラ来てもいいですけど、もう今日完売ね。完売な。ちょっと声は響きますね。見てください。すげえ。すごいおしゃれ。でも気になりますよ、ここ。なにここ。2階へ行くとモダンで素敵な空間が。脱サラした店主が17年前結婚を機に古民家を改装して作ったそうです。きっとランチも素敵なんでしょうけど。ない。一食だけ。今日はちょっと無理だな。ないかこの時間はいつももうそうですね、早い時間完売しちゃうんで。そうですね、まあ、限定なんで。そうですよね。後日気になるランチの画像を送っていただきました。メインと小鉢が3品ついた日替わりランチ。野菜もたっぷりでバランスも良さそう。うーん、食べたかった。大垣のランチ巡りを続けたい杉ちゃん、1軒目の店主からこんなお店の情報を聞いていました。食べるなさんっていうイタリアンのお店が。食べるなっていう。食べるな。揖斐川渡る手前にあるお店なんですけど。食べるなっていう店ですか。そうなの、イタリアンの。食べるなっていう。食べて。変わった名前ですね。もうすごく評判よく聞くんで、見たことはないんですけど。食べて欲しいのか、欲しくないのか、どっち？急いで向かうと衝撃の出会いが。ダイニング食べるな。食べるなのな、ナッパのなだ。食べるな。南板飯居酒屋。どっち、どっちだろう。あれ、食べるなさんだ。食べるなさんですか。杉ちゃんですか。食べるなさんですか。食べるなさんですか。杉ちゃんですか。ありがとうございます。中京テレビのキャッチという番組で、はい、歯磨きしてってことは。ちょうどご飯食べ終わったとこ。あ、もう食べるなさんのご主人がご飯食べ終わった。そうです。ってことはお店はもう。お店はちょうど今休憩中ですね。あ、休憩。休憩中？全然いいんですけど。いいんですか？ランチタイムはもう。ランチタイムはもう終わりました。ですが、出してもいいですよってことですか？あ、いいですよ。歯磨きは止まんないですね。終わってからで最後まで磨く。全然です。歯磨き粉のあれは飲んじゃうタイプですか？飲まない。飲まない。飲んでいますよね。ごめんなさい。飲んでない。食後の歯磨きは大切。しっかり磨いていきたいですよね。と、その時。64歳なんですけど。あ、今飲みましたよね。今飲みましたね。私たちが喋りかけてるからですね。いや、すみません。入ってきてください。でもごっくん今確実にごっくんの瞬間見ましたよね。しましたよね。皆さん忘れてしまったかもしれませんが、気になっていた店名食べるなはイタリア語で居酒屋や大衆食堂という意味なんだそうです。食べるな。おすすめのランチは夏にぴったりなこちら。うまそう。うわ、いいですね。ありがとうございます。おいしそう。山盛り。ありがとうございます。すごい。大葉やニンニクなどをミキサーにかけたトマトベースの冷製パスタ。暑いこの時期にさっぱりといただけます。そして冷製パスタといえば細い麺ですが、食べ応えのある一品に仕上げるため太麺を使用。サラダやパン、デザートやドリンクもつきますよ。ちょっと酸味強いので、はい、冷製パスタ。うめ。おいしい。さっぱりしておいしい。トマトのそのいい酸味。
そしてやっぱ夏場にすっきりする、めちゃくちゃいいわ夏場めちゃくちゃいいわ夏ね、そんな確かに食欲落ちますもんね、うん、大満足です、はい、もうボーナーも楽しかったし、本当にお母さんが楽しい、最高の時間でした、ね、いやこちらこそありがとうございます。なかなかオーナーの歯磨きのシーン見れないんで見られないです、本当貴重な時間でしたよね、うん、そして飲んでないと言いますけど喉が一回ボクって動いたのも、うん、あれもなかなか見れるシーンじゃない、あそこ多分リプレイで流れると思うんですよ、ゴクって飲んだ瞬間絶対飲んでます飲んでない言い張りましたね、飲んでないと、うん、いや食べるのはイタリア語なんですね、うん、そうですね、まあ、うちの近所にも同じような店名があるので、はい、分かってたんですけども、おうおう、まあ、食べるよは日本語です、食べるよ、食べるよ、食べたいです、はい、食べたいです、はい、次回は豊橋市なんですが、ずっと取材を断り続けていた洋食店がテレビ初登場です、うん。